監視表とは、エ、えっとの一覧に対応する年号を施した表のこと。前近代の日本では、西暦や後期は使われておらず、過去に遡って計算するためには、過去の元号の年数を足して、計算を行うことになる。だが、この方法は、現実的ではなかったため、代わりに60年周期の監視表を作成して、そこに過去の年号を施すことで便宜を図った。 すなわち、改歴や改言によって暦や言語が変更されることはあっても絵とは60年を1周期として同じ順番で巡るために60マスの監視表を1枚作成しておけば過去60年分の歴年換算が簡易に、行えるようになりさらに同様の表を複数枚作成したり年号欄に次の周期の年号を書き足したりすることで120年180年分の 歴年換算を可能とした。さらに大きなものになると、漢紙60列のもとに、過去の年号を延々と書き連ねて一枚に収めたものもあった。ただし、こうした表は、使い捨て的に用いられてきたために、かえって現存するものは少なく、山口県文書館企画の三浦家文書にある、年号表までの1233年間分の絵とと、言語が一枚に記載されているなど数例しかない。 ただし、江戸と年号とともに、簡略な出来事を併記した年代記は、監視表と密接な関係があったと考えられている。ありがとうございます。